どうもタブヤンです。スーパーマージャン大会、さあ残り半チャン3試合やっていきましょう。いやー、夜も更けてきましてね、晩ご飯に、焼肉を食べました。焼肉といってもね、そんな高級焼肉じゃなくて、スーパーで一番安かった、豚ロースカツ2枚入りショーをね200円ぐらいで買ってきて、それ焼きました塩コショウのみで食べました。なんかね、テレビで、金さん銀さんの、銀さんの娘さんがねテレビで出てまして、この前ね、晩ご飯は朝はねがっつり食べはるんですけど、昼もね90歳だったかな。でも夜はね焼肉とか食べてはるんですよね。意外にこう炭水化物を食べないという生活もね参考になるかなと思ってね、肉食いました。さあ行きましょう。1試合目負けましたからね、これ以上負けられない。宮本武蔵と馬ですね。ジンギスカン宮本武蔵、ジェニー柏木さんとはね、1戦1勝だったんだけど、前回最下位になりましたのでさっきね、これで1勝1敗ですね、この3人とは。さあ勝つ時もあれば負ける時もある、ウーソーアンコ、そしてウーマンドラ2枚、ターピン切ろうか。おーっと中膨れ、3ピンどうすればいい、これ。そう切りましょうかね。リャンズを着てくれたら最高なんだけどな。できればドラ2枚使いたいけど、そうも言ってられないかもね。あらら、123か、どうするこれ。もういっそのことドラ2枚固定でいくかねえ。ウーピンとか来てほしい迷いすぎ、ドラ2枚いきます、高みを目指して。あーなんだこれどうしたらいいかわからんぞ。3456、私にはわかりませんいらんかな。いやもう一品切ろうか、分からんけど、分からんけど、タンヤを、あーすまん、そうあるよね、上がりよりもドラ狙、ドラを上がりの目が薄くなるよね。ドラ2枚両面にした方がよかったか、欲張りすぎたかもね。すでに2泣きしてる、宮本武蔵か、問い目。33、分からんぞこれ、これもう3暗号もあるぞ。おお来た、3暗号。もう裾切る、裾来た、分かりやすいけどな3ピンとウーマンですね。出上がりあり、タンヤオで、おお来たー、ツモ。ちょっと待てよ、数アンコもいけんの。え、1、2、3、アンコ、あ、数アンコ確定かマジか、どうする、2ピンか数ピン、残り19枚。皆さん行きますか、数ピン切ってるもんな。リーチする、どっちにしろもう短期待ちでしょこれ。もうダマでいくか。いやー残りリーチする、リーチしても意味ないよね。
ダンまで行こう。ヤンピン、おわー、スーピンだったら、スーピン出しやがったぞ。ヤンピン来い。あー、起きた。あれ、え、なんでリャンピン上がれないの。あ、もう、え、終わりだったの。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。誰か教えて。え、リャンピン論じゃないの。意味が分かんないんですけど、ハイテーだったのか。呆然としております。どういうことなんだろう。なんかリーチしといたらよかった。バグじゃないの、バグ。ねえ、今のね、納得いかないな今の。気を取り直していこうか。さあ、ドラは3品。あ、あの、あれか、そういうルールなのか。神茶のから順番に上がってダブロンなしとかいうことなのかな。ジンギスカンやるな、私の役満を。2000点でやってくれるな。リャンゾーキとか12335。しよっかな。ローマン切っとこう。123335。2468ってなんかね、偶数は良くないって土田幸翔プロが言ってたよね。本当なのかな。奇数の方がいいんだよね。ひえー、お、123345 3345 3345でサブロッソを言うてもね、3層自分で3枚使ってるからな。ねえ、もう捨てちゃえ。あら、まあいいそう。これで1ペコ、2層あったら1ペコだじゃん。2層自分で捨ててるしね。泣きですか。さっきのが大引いてちょっとね、振り込みそう。なんか宮本武蔵にマンズやばそうだね。パーピン切っとくか。567。うん、違う、残り2パーピン。スーピンとサブローピン。おー、そうですか。危なかったな。どんどん行こう。私の親が流された。何これ。なんだか厳しいね。ドラはパーピン。リーチアウトアイルビーゼや。何言ってるかわからん。もうリーチなの。ほっとこうかこいつ。あ、ボーロン。まあなんかよ、ハックハツチューン。ハックドラじゃん、ドラさん。ひえー、リーチドラさん。ハネマンドラ4。うわー、アンラッキーだね。ジンギスカン助かった。事故だね、事故。おお、第一通もすごい。一通も見えてるね、これ。ピンズの一通。しかもドラパーピン。あ、スーピン欲しいね。これちょっと一回泣いてみるか。これで一通確定。一通ドラ1でいいや。567、そこは泣きたくないんだよな。できれば。イスソー。リャンピンで勝負したい。
起きたー、ナイス、キーハイ、これでイスソー、イスソー出すんじゃない、ジンギスカン出さないか、きたー、一通ドライチ、狙い通りだぜ。まずは焼き鳥取りました。さあ行くぞ。ペイから行こうか。ドラはイーソー、お、ドラ来た。123ローソーアンコ、マンズがここで来てくれたら、567か、オッケー、パーマン来とくか。どうしたらいいんだこれ。パーピン切ろうかな。はい。伸びてきたね。数万切ろうか。数層とか。あ、リーチか。ひえー。ピンズ切りづれーピンズ切りづらいなー。ヤンソーパッソーって切ってるから、ウンソー切ったら、難しいなー。パッソー切ろ。あー、この3ピンも切りづれーな、一通の名が、来ちゃえ。あー、ダメだ。あ、ど真ん中こういうのするから負けるんだよね。まあでもしょうがない、しょうがなくないか反省しないとね。小さか、切り直そう。ちょっと調子乗りすぎた。お、三品あんこ、いいね。あのリャンゾー欲しかったけどね。早い攻め。ジンギスカンでも負けてんだよね。マチか。チーマンでロンって言われなくてよかった。レンちゃんか。やるな。ちょっと差が縮まったか。ドラは9万。手が良くないね。
だかな。ヒューマ使いづらいなこれ。スッチマンに2枚来ないとダメだもんねそれ難しいよ。初のみで上がれればいい感じだよねこれ。おお、これはいい形だ。ヒューマンを雀刀に。ああ、裾か。さっき初が欲しい。初なければ勝機はあるよこれ。噛み合わない。先に初が欲しい。6ピンか。パスソ急速切っていこうかな。降りた方がお利口さんだぞ。あ、そう、じゃあ急走現物で。チーマン何しゃ。なんか調子乗ってるよね。どうしようかな。初2枚いこうか。初トイツ落とし。ツモ？サブローピン？ローピン浮いてた、怖かった。タンヤオついてんの？ひえー、私のすぐ下まで来たぞ。おお、チュンワンコ。ドラローピン、どうしよう。パーマン。急走。おお、真ん中来た。目いっぱい行くか。何来て。あらま、ピンズ来てほしいな。ピンズ機動力では誰にも負けん。あ、絶好調じゃん。最下位だけどやるな。3連続ツモ？チンギスカンやるな。一人相撲じゃん。あ、まくられた4着目に落ちた。お、ハツハツチュンチュン。これもう泣けるよね。どうしようかな。これ3万切っていく。おお、789いいね。チャンタだね。ヤンピンかチーマンの選択だけどな。チーマンで 1,2,3 の3式の可能性も。いらん。即切り。真ん中いらん。初チューンもちもちっていうのもある。あ、ポン。三式無理か。ポンしたからね。もう三増で天敗ですね。リーチ表示牌があるからあと3枚。あーポン磯待ち。あ、磯地獄待ちか。お、ハクいいじゃん。これ小三元じゃないのねえ。小三元天敗。誰も白捨てでしょ。もう、あ、2枚切れ。地獄待ち小三元地獄待ち。1枚誰もか持ってたらもうね、仕方がない。積もってやる。お、初4枚目積もってやるぜ。あー、なんだよ、ダマで上がりやるな。小三元止められた。ダントツベベでございます。難2曲ラス親突っ込みます。おっしゃー、3枚目これまた自敗来そうだね。来ないか。
ピーマンリャンマンキチゴ。安くなりそうだな。安くなりそう。おーおーおーおおおお。1,2,3揃ってるし、上がってるし。ここが勝負のターニングポイント。ターニングで意味が違うぞ。おーっと、チートイツ。スピードが違う。両面待ちか。待ちもいいね。お主の流儀これで見切ったわ。嘘つけ。あらまあ、こいつら強いね。でも2メンツ揃ってますよこれ。ドラは数層。チュン来てこ。ポンか、ポンしてもな。もうちょっと高み狙っていくか。どうやって狙うこれ、高み。678とかか、狙うの。狙うか。もう決め打ちチーマン。3式で、678だから、789。もう切るというね。678、来なかったらもう、あー、これ地だね。でもね、積もりたいな。3式泣いてもね、安いよね。いやないとくか。後悔しても知らんぞ。おっしゃる通りだね。後悔するかもしれない。おめいっぱいもう行こうか。トン、めいっぱいって正解だった。テンパりました。よーし、ロン白三式もう最後にかけます。最後の一曲に。綺麗だ。あ、これで2人まぐれる可能性あるよ。2位に躍り出る可能性あるよ。こいつら強敵だから点数低くても。この宮本武蔵との馬があるからね、これ勝ちたいね。どうしようこれ。ドイツが多いから、ウーピンつもぎり。つもぎり。チーソードラだからね。いいよね。おお、来た。ど真ん中来たよ。これで1、2メンツ、3メンツ、4メンツ。もう馬いらん。3万も切る。おお、来た、リーチ。スーチーピン。リーズもピンフドライチだ。え、ポン一発なくなった。スーチーピン、スーチーピン、スーチーピン。第1打ウーピンでスーチーピン。おっしゃ。第1打ウーピンが効いたんじゃないこれ。ウラトラどうだ。あー、ダメだー。でもジンギスカンとこのザンクでね、武蔵には勝ったんじゃない。まあ3位でよしとしよう。あ、2位ね。やりましたー。馬でプラス10ですからね。 LA 仕込みは本物でしょ。ということでジェニーさんには負けましたけど、2着目、なんとか復調の兆し。次もお楽しみに。本日ね、あと2ゲーム。
プレイしますので、よかったらここまで見た人はぜひ残り2ゲーム見ていってください。それではまた、さよなら。